どうも、小村でーす。続きやっていきまーす。ケイトちゃん、ちょっと足元失礼するよ。はい、気の強い女の子をね、攻略しに行くんでしたね。で、この人事部に鍵変わってるから別のルート探すってなんじゃない？デュモン大佐に蜂の巣で友達作ってこいって言われたけど、この回の名前が蜂の巣でしたね。なんか知らんよ、僕人事部の中が蜂の巣やと勘違いしてたわ。そこの換気扇か。上のエアダクトがある。空っぽのクレゾットに登れば遠くかも。これかな。死なないといいけど。どうした、ブライアン。急に命の危険を感じたんか。おっと、これは変な目で見られる。社会的に死ぬかもしれん。いや、違うんですよ。ダクトの中掃除しようかなと。ヨガ、ああ、なるほど。ケイト、とりあえずケイトちゃんにはヨガって言っといたらね、押し通せるからな。さすがね、ブライアン。座りっぱなしのオフィスワークをしている人に、フィットネスはとても重要よ。はは。ブライアン、まだこの会社来て座ったことない気がするわ。鍵かかっている。素手では嫌いない。ここでドライバーですよ。で、交渉を取りあえずしてみよう。いや、ドシさんはいいもんくれたね。失礼しまーす。さあ、ホラーゲームでありがちなダクト内。ちょっと待って。あ、上の方気になった。上の方見てみたかった。さあ、ヨガのポーズしてるやつがいると。おい、待て。あの子追いかけに来たやったな。あれが気の強い子かな。ちょっと待ってや。ダクトの上の方気になった。ダンボール使えへん。あ、使えへんか。ダクトの上気になったな。ちょっと、ロードしていいっすか。ああいうの気になっちゃうんすよ。いやー、ちょっとね。上が気になるんだな。アイテムがあった。コーヒーバッグ。社会史の切り抜きだ。最近取り行われたシントラー一家後継者の葬式は、シントラー家の後継者が死んだってこと？重要思想やな、これは。隠蔽のためだったのか。検視報告はこれまでのところ公開されておらず、関係者からは疑いの声が上がっている。はいはい。なんかシントラー社を乗っ取ろうとしてるやつがいるんかな。そいつがシントラー家の後継者を殺したんかな。社長とかまだ見たことないよね。失礼しまーす。ケイトちゃんが探してたよ。おい、待て。どうも。唾を吐きかけられるときは口を開けないって聞いたけど本当なの？え、君は何？唾をかけられるときは口を開けろって教わったのかい？恐ろしい協力されて、恐ろしい教育されてるね。左上になんかやばいやつがいる。あら、セクシーな声。誰だ？もっと近くに来て、近くに。ブライアン、ブライアン初めて見る顔やな。何も役に立つものがない。なるほど、うおーっとっとと、唾吐きかけられました。あのマウスマン、あれかな？前回見たビデオと関係あるかな？歯磨きマンと。はい。アクションゲーム始まった。喋りかけられへん。ここ人事部やんな。ビズゲット。めっちゃ、どんだけ唾吐くねん。わあ、この上行きたいけど行けへんねやろな、これ。諦めよう。どんだけ唾液口に溜めてんねん。ずっと梅干しとか想像してんねやろな。口から唾液が収まらねえってなってんねやろな。こっちはいけ。なんか左変態がいるんやけど。ピーナッツくんがいる。ピーナッツくんが突然人間になったんやろな、あのパンツは。かあ。ピーナッツくんついに人間になってしまったか。子分たち、彼を歓迎しましょう。あれが親玉？ああ、完全に狙われてる。はい、やり過ごす、やり過ごす。
これが小村さんのステルス能力よ。気配を消すことに関してはね、定評があるよ。オッケー。もう職場とかね、家とかではずっと気配消してるからな。できるだけ喋りかけられんように心がけてるからね。ピーナッツくん大丈夫？人間になっちゃった？できるかわからない。もしかしたら。いや、何か困っているの？どうしたん？アニメ作りに行き詰まってるんですか？履歴書について何か知っている？特に。じゃあ、助けにならない。何か分かったら出直してきて。なろう。壁が履歴書でいっぱいだ。なんか履歴書とか拾ってきたら、こいつに話しかけたら、なんかアイテムもらえたりするんかな？待って待って。どうした？なんだそれ？わー、なんだこれ。ようこそハンター。僕をハンターと見抜いたか。完全に魔女側の生き物。もっと近くに来て。お前を待っていた。男女どっちやこれ。キスしてほしい。結構です。僕のファーストキスは好きな人にあげるって決めてるんや。お前じゃない。どうしたの？キスされたことがないの？ナイス。煽ってきやがって。逆にお前キスしたことあんのか。どうせしょうもないやつとしかキスしてんのやろ。男にしてあげる。そのために来たのでしょ。まずお前が女か男か教えてくれ。あれは嫌な予感がする。近づいちゃダメだ。マーケティングの女子を見つけてここから出なくちゃ。あ、自動で動いてます。なるほど。どうした？私と話したくもないのか。まあね。恥ずかしい？それとも怖い？両方ですね。会社は随分臆病なハンターを雇ったもんね。魔女かなあいつ。おお、ブライアン挑発に乗る。あなたが魔女。そんな強気な男らしい一面があったんやな。惚れてまうわ。あなたを助けたい友だよ。助けるって？手がかりがある。あ、ヒントくれるんか。彼女についての手がかり。味方ってわけではなさそうだけどな。新時代の、ほら見て。わあ。こいつ蛇やな。人間じゃないことは分かった。魔女の正体についての重要な手がかり。欲しいならもっと近くに来て。やめて。もう、イットで見たことある、これ。この興味あるもので、引き寄せて、あれやろ、片腕食いちぎる気やな、こいつ。こっからはよく見えないけど、写真みたいだ。あ、動けるようになりました。助けて。何か？履歴書のスローガン決まってるだろう。履歴書にスローガンで必要なの？もちろんお前はスローガンなしで就職したのか。そうっすね、スローガンとか作ってへんな。人事部が毎日目を通さなくてはならない履歴書の数を数えると、最初の一文、出だしとスローガンが一番大事だ。そんな一日大量に履歴書見えへんやろ、人事部。どんなでかい会社やねん。完璧なスローガン思いついた。見て。はい。日本語でお願いします。Lick me and let me expand inside your mouth。 私を舐めて、口の中に広がらせて。日本じゃ流行らへんやろうな。最悪、ね、警察行きやろうね。完璧だと思わないか？僕にはちょっと、率直すぎない？率直なんかこれ。お前に何がわかる？履歴書にスローガンが必要だってことも知らなかったくせに、この田舎者は。履歴書で重要なのは僕割と顔やと思ってるから。ダメだわ、ダメだわ。あの美味しい口は私を味わいたくないみたい。あの壁のやつ、あれに食べられたいの？なんて質問なんだ。誰だって欲しいでしょ。え、求められる快感、会社からの評価、昇進を。いや、僕そんないらんかな、会社からの評価とか。僕ずっと平社員でいいよ。あんまり偉くなりたくないね。でも口は私たちを平等に愛していない。ある人は少しだけ味わい、それから吐き出してしまうの。彼女は私に唾を吐いてもくれなかった。僕めっちゃ唾吐かれたけどね。全部かわしたったけどな。でも諦められない。口を騙す方法があるらしいわ。口を虜にする物体、魔法のシンボルがあるの。おお、ヒントか。シンボル？魔法のシンボルだと聞いたわ。それを持っていれば彼女に気づかれ、求められる。彼女に引き込まれる。持っていなければ気づかれないし、愛されることもない。それは とても悲しいことよ。彼女に愛されないってことは。わあ、
そんなに誰かに愛されたいかね。なんかそれっぽいアイテム持ってるかな。こんなんいつ拾ったっけ。いつ拾ったっけこれ。人形。まあとりあえず一回触れてみるか。どうもおこばでーす。振られました。ダメージ食らってます。味わってもらってます。おお、一途パターンやんけ、クソが。初見殺しでセーブしたところからやり直しって結構厳しいよね。とりあえずこれなんかアイテム持ってこなあかんってことやんね。魔女の正体についての写真かな。とりあえず右行こうか。まあ見事エサに釣られたってことやな。電池ゲット、チョコレートバーゲット。面白い履歴書だ。お、来た。エクストラレスポンシビリティーズサムサラリー。同じ給料でより多くの責任を。あ、ちょっと意識高いね、それは。説得力はないけど記憶には残る。まあ、説得力はないね。どうも、ケイトちゃんが呼んでるよ。マーケティングはもううんざり。え、この文章でいける？いけるんか？ですよね。意見きましたわ。とりあえず下のピーナッツくんに歴史を渡しに行こう。なんかすぐ近くに歴史あったよ。できるかわからない。もしかしたら。え、私を撫でてくちょい。あ、このスローガンも使えるんかな。どうも、私を舐めて。私を舐めて。これでいける？こんなことをするなんて。おい、私を舐めて。口の中に広がらせて。大丈夫？ちょっと全然意味わからへんけど、これ惚れてまうんちゃう？ブライアンに。ああ、くそ。畜生。うん、でもどうしてわかったの？スローガンに自信がないんだ。見て、お、逃すんだ。もうスローガンはいらない。ありのままの自分になれ。あ、これちゃう？あの口は気に入ると思う？単純だし、わかりやすいし、オリジナルだ。うん、きっと気に入ると思うよ。適当言ってん、それ。でも気に入らなかったら、同僚の前で恥をかくようなことはしたくない。その格好もうすでに恥やと思うけどな。別に今のピーナッツくんをディスってるわけじゃないよ。僕とピーナッツくんは仲良しです。はい、ありのままの自分になれ。結構ダメージ食らったわ。じゃあケイトちゃんのところ行こうね。とりあえず今はあれ取れへんってことなのかな。こいつは話しかけられる。ああ、ちょっと待って。お、水溶せられてる。実は水溶せられてた。あぶねー。はい、一緒に行こうねー。女の子のペットができました。あの写真はこれまでで一番の手がかりだ。あれを撮らずには出られない。なんだと？なんだと？口を引きつける魔法の物体があるの、口を引きつける魔法の物体。わかんねー。ん？この女の子を連れてきてなんかするのかな。下僕、お前が吸い込まれろ。その間に僕は撮るから写真を。下僕、クソ。わかんねえ、どうしたらいいんだろう。え？これをベルトにつけるね。こんなこうし、ね、何してんの？なんか貼り付けたんやけど。こんなことをしてごめんね。あの壁についているやつは好みに合わないといいけど。え、なんかアイテム使っちゃった。これなんか怒んの？どうするんだい、こっから。ああ、座れてる座れてる座れてる。いけにえやん。すいません。やっちゃった。ああ、吐き出してくれた。ありがとう。自分が賢いと思っているんでしょう。すいません、僕全然ピンとこないんだ。結構迷ってたよ。適当にアイテム使ったら、なんか貼り付けて勝手にやってくれた。あの紙どこで手に入れたんだっけ？なんか覚えてへんねんけど。写真を手に入れた。きっと重要な写真なんだ。あ、シントラちゃんかな。シントラちゃんと、多分これがシントラ家やろうな。で、シントラ家の後継者は死んでるんでしたよね。今のところの予想やったら、このシントラちゃんが殺されて、左のやつが乗っ取ろうとしてるのかな。破れてるけど顔。
まあとりあえずこれシントラ家の写真やろうな、おそらく。この人たちは誰だろう。シンタのところに持っていこう。でもその前にマーケティング部の女性に連れて帰らなきゃ。喋れる？あーちょっ、くそ、このやめて、戻るのめんどくさいんだ。いやいや、もう大丈夫やと思うやん。はい、生贄ですよ。くらえ、うざまはい。いやでも可愛いな、この画像。シントラちゃんの見る目が変わったな。行きたいなら行けばいい。あの愚かな少女のところに戦利品を持って行きなさい。また近いうちに会うことになるから、忘れた頃にキスしてあげる。ははは、やった、キスの約束されちゃった。さあ子分たち、彼をエスコートして差し上げて。え、連れて行ってくれんの？これ絶対あかんやろ。こっちこっち、ペットこっちこっち、こっち来い。ちゃんちょくん、ちゃんちょくん、ちゃんこちゃんこ、ナイス、行くぞちゃんこ。結局あいつは何なんやろうね。魔女ではなさそうやね。第三勢力ってわけでもなさそうだけど。これ動かせるんや。はいはい。いくぞー。ケイトちゃん助けて、追われてるんです。モテモテなんです、小村さん。ふぅ、やっと出られた。あいつらがここまで来られないといいけど。ふふ。かわいいちゃんこ。これで最後だね。いやー、仕事できる人ですよ、ブライアンは。まあ、本当にありがとう、ブライアン。ねえ、みんなのところに帰ってくれる？これどっちに言ってんの？ペットに言ってんのか？あー、お利口さん。これがちゃんこよ。これはキスの一つでももらえへんと割に合わへんな。ブライアン、あなたに貸しができたわね。あなたがいなかったら対処しきれなかった。大丈夫、気にしないで。君には隠れるコツを教えてもらったから。確かにそのコツは結構使えたね。あはは、あんなの大したことないわ。私の仕事を手伝ってくれたんだから、今度は私があなたを手伝えば。お、パーティー入りか。仲間にできるんか。この会で何をしていたの？何か馬のことを話したでしょ。ブライアン、初めて友達ができる。ブライアン、人生初めての友達がケイトちゃんか。ああ、まあ、それは何でもない。え、自己啓発セミナーの宿題でどうってことない。ブライアン。ブライアン、冴えない人生最後のチャンスやぞ。お願い教えてよ、助けたいの。ブライアン。この回で、友達を作るように言われたんだ。それで、もしよかったら。おいおい、空気読めよう。多重影分身。ハンターを探せ。写真を持ってこっから出させるな。運命がブライアンの友達作りを阻止しようとしてるな。しまった。早く隠れましょう。二人っきりで。彼らは月末にオフィスを出るって聞いていたのに、どうしてこんなに早く出てきたのかしら。あ、存在知ってるんや。何者だあいつら。顔が口やけど、どういう生き物なあれ。人間じゃないよね。いなくなったみたい。それじゃあ僕はオフィスに戻るよ。大事なものを仲間に渡さないといけないんだ。わかった。私はまだここの仕事がたくさんあるけど、手伝ってくれたお礼に後でコーヒーをおごるわ。ありがとう、またね。はい、コーヒーをおごる約束しましたけど、僕は忘れてへんぞ。初対面の時はね、喫茶店でコーヒーを飲む約束してたんですよね。いるやんけ。なんか約束のレベル下がったよね。一緒に喫茶店行きましょうって話だったのに、コーヒーを送るって話だったんやけ。エレベーター、エレベーター。エレベーター、エレベーター。マジで？なんで開かへんの？あ、時間差でエレベーター開いた。やるな。スナイプやんけ。合流すけどな。OK、ちょっと探索しながらシントラちゃんのところ向かいます。ああ、ここ開けられるな。はい。どこで下がってんのやろ。
ああ、ここ5階か。ああ、ショートカットできるようになった。台が必要だ。台持ってるんですよ。なるほどね。こういう移動が楽になるんか。あ、そうな。これ戻れへんやん。ちょっとめんどくさいんですけど。いや、ヒューゴ、ハチノスについてちょっと聞くか。デュボンに言われた通り、ハチノスに行ってきたよ。いや、友達ね、もう一歩あったんやけどな。そうこなくちゃ、パースニップ、友達はできたのかい？できなかった。もうちょっとあったんやけどな。じゃあ、人事部にも行かなかったのかい？それは行ったんですよ。あ、人事部には行ってきたよ。そうか。でも、どうしてそんなに聞くの？ブライアンから喋りかけたんですけどね。仕事があまり合っていないって言ってたから、人事部で部署移動か昇進させてもらえばいいって思ってね。いや、ヒューゴはなんか優しいよね。この優しさがめっちゃ怪しく見えるんだよな。その顔を見たところ話を聞いてもらえなかったのかな。いや、話はしたんですけどね。全然違う話しましたよ。僕のこと何か言っちゃった？いや、別に君の方が題を出してんよ。そんなに君のこと気にかけてへんよ。いや、何も言ってないよ。そりゃよかった。いつも内戦かけては下品なジョークを言って殺したいと思われているだろうから。はははは。結構うざいと思われてるんやな。そのうざいと思われてること分かってるんやな。なんかやってる。どうも。ねえ、何してるの？ AM に祈ってる。エアコンから守ってくれるように。エアコン？どういうこと？オフィス仲間にはいつもつけてたいんだけど、私の机はエアコンのすぐ下にあるから。はいはい。AM に悪魔のエアコンを止めてくれるよう頼んでいる。AM って誰なの？確信。彼女は聖なる力を持った社員で、他の社員を守っていた。彼女は何年も前に亡くなり、サンタになった。ほう。終わり？全然説明になってへんよ。聖なる力を持った社員。で、すでに死んでるんか。シントラちゃんの生前のことやったりするかな。ちょっと身だしなみ整えます。よくよく考えたら、なんか、マロンちゃんじゃないあれ。ねえ、男女別れてへんもんな、トイレ。マロンちゃんじゃないあれ。ちょっと、こんなところで卵孵化しちゃって、トイレで秘密の密会ですか？どうも。失礼しました。おー、動じない。わー、ごめん。そんなつもりじゃ、ごめん。パスターナック。ふぅ。ははは、はい。ブライアン、扉閉じていけよ。いいことを教えてあげる。何ですか？この状況でいいことを教えてあげる。はい。実はマロンちゃん男やったとかそんなんないよな。秘密よ、もっと近くに来て。あ、ちょっとすいません、この先ちょっと不自然なカットが入ったらね、そういうことがあったと思ってください。うー、パスタなく露出しすぎだよ。もっと肌を隠してくれ。同情だよな。ちょっと1万円でお願いしますよ。ヒキガエルについて知ってることがあるの。ほう。ヒキガエル？ヒキガエルは卵を植物に産みつけるって知ってた？そうなんですか？ふーん、カエルみたいに水の中に産むと思ってた。この辺りでも植物に産みつけてるのを見かけるわよ。そうなんや。ちょっと、僕そういう趣味ないねん、ちょっと。マロンちゃん、あんまりそういう趣味ないんですよ。彼女には関わらない方がいい。ヒキガエルは卵を植物にぶつけるって言ったけど、どういう意味なんだろう。正直に言っていいですか？今回でちょっとマロンちゃんの株はだいぶ下がったね。僕、ケイトちゃんに乗り換えるわ。ただ、悪い人ではなさそうやな。ちょっと面白い人って印象に変わったな。おお、なんかいける。ここなんかヒビが入ってるって情報あったから、ね、机の下潜れるようになったらいけると思ったんですよ。
さあ、何かあるかな。宝箱、これは怪しい。ちょっと待てよ、ここに古い紙がある。よかった、あれだけあったらどうしようかと思った。ヘクセンハンマーに関する非公式な研究をいくつか調査した結果、使い魔の重要な役割を忘れていることに気づいた。クモ、コウモリ、猫、白狼、フクロウ、カラス、ヒキガエル。クモ見たことあるし、フクロウもなんかね、呼び物で見たことあるし、ヒキガエルもさっきあったよね。これに関係するやつらいずれ絡んでくるんやろうな。そして何よりヘビだ。お、僕さっきのあのマウスウーマン、舌がちょっとヘビっぽかったから、なんかヘビの妖怪的なものやと思ってるけど。え、これだけ？使い魔の情報やから、この動物たちは魔女の使い魔ってことなんか。じゃあやっぱあのマウスウーマンって魔女側のやつな。魔女の使い魔ってこと。ここにも一応猫いますが、おお、なんか拾った。 VHS テープだけどタイトルがついていない。こんなん前調べた気がするけど、調べてへんのかな。とりあえずなんかビデオ手に入れたし、また見るか。ちょうど近くやしな。失われたビデオテープ、紛失したテープ、シャープ1。あれ、固まったよ。あ、ビスクした。洗脳されそう。うわぁ。なるほど、そうかな。そうが始まったんかな。死のゲームやらされてるんちゃう。あ、絶対そうやん、もう。やばい、生き残ることと引き換えに何か欠損してしまいそう。あー、命の大切さ学んでまうやろうな、こいつ。終わりかーい。いやー、僕ね、ソウシリーズ全部見てるからね。割と少ないんちゃうと思う、シリーズ全部見てるやつ。ソウ1から7やったっけ。さらにソウレガシーまで見たからね。まあね、序盤の方が面白かったよ。でもね、なんだかんだ僕ソウ4が一番好きやな。4のラストのどんでん返し一番驚いたかもしれん。でもね、ほとんどの人が分からへんからね。さあ、おー、いる。ドシやったっけ、名前。なんかかっこいいもの見せてくれとか言ってたよね。